初雪のごとく白い染め物ですよ。 お前は名馬だ。よし！
あなた様は坂井様では？でかした。恩に来ます。내 기초를 허위를 하고 갔나? 力を貸せればいいのですが。先日、くるくると回る鳥の群れを見つけて不意に行ってみたんです。それはそれは美しい場所で、時が過ぎるのを忘れるほど眺めておりました。そうしたひとときは救いになるな。我らのような武士も戦の前には景色を楽しみ和歌を詠むことがある。和歌には戦に向けて心身を整える効果があるとか本当でしょうか？いかにも。だが武士でなくとも和歌は読めるぞ。
Tindman!
You? Yasumbe. Tishe. For Lari Chai. Go! Finish!
Legion Harsinta. <笑>仲良くやっていこうな。 あなたのおかげで生き延びることができました。これから小松に戻ります。 勝負！
Hmm.
戻ったね。太刀のお手入れをいたしませんか。磨き上げましたよ。酒井様、十分な素材をお持ちください。その太刀が錆を知ります。まだおったのか。嫌なのかい。鍵縄の完成を見届けた後すぐ島を離れるのかと。船を探したいけど、あんたはタカの恩人だ。志村様を助けるまで付き合うよ。それは心強い。皆を集めてくれ。なんて言えばいい。これより金田の木に向かい、叔父上を救うと。お前の老いが我が兵を追い回し、けだもののごとく八つ裂きにしている。己らは民に何をした。心根では分かっておろう。我らの望みは同じ。死して名を続く戦をした。わしは誉れをもって武勲を立てた。対馬の好機を正し、平和をもたらしたのだ。己とは違う。やつもそう言ったな。だがやつは勲氏を残す前に死ぬことになる。勲氏とは死しても残るものだ。ああ、そうか。己の家は代々対馬を治めておるとか。確か先祖以来の城が北にあったのだったな。この目で見るのが楽しみだ。その間、己はここに一人閉じ込める。誉れでも食って、飢えをしのぐがよい。どうした、龍蔵？何があった？
みんな揃った。次ガサ衆を待つ。いや、先に小屋で待っておれ。ジン。ご加勢、叔父上もお喜びになります。我が一族の仇討ちはしばし見合わせる。弟子の巴を追うのもな、地頭をお救いするのが先決だ。お二人がおれば救出も手軽いでしょう。まずはご支度を直に仕掛けます。待つとするか、後で会おう。お主の弟子、敵に寝返ったと聞いたぞ。ざまあないな。今はよせ。年甲斐もなく若い女子と暮らすなど。酒はスカン、知ってるだろう。もう一度言ってみろ。おのおの方、潮時です。これより叔父上をお助けいたす。菅笠衆が誰一人来ておらぬようだが。しかれども、これ以上は待てません。策は終わりで、酒井殿。私が鍵縄を使って忍び込み、のろし術を破壊します。皆は大手門を破ってください。叔父上は死角に囚われておいでのはずです。城攻めに気づかれればお命が危うい。大手門から攻め入り、息肝を抜いてやればよい。いいえ、忍び込みます。それから死角を目指し、叔父上を救い、大手門へと戻り退却しましょう。死にに行くようなものだ。討ち入れば負けます。闇に乗じて忍びいるのが肝心なのです。さながら野党か。それかクロウド。叔父上がお待ちです。いざ城へ。立派だったや。うまくいくと思う？行かせる。ここから登れそうだね。皆の元へ行け。城の中で会おう。気をつけるんだよ。
のろしずつ、まず坂平を倒さねば。先生、ケンジとオーテモンの番は？心得た。ユナ、崖沿いの兵を始末しよう。任せときな。よし、橋で時を待て。誰か忘れておるぞ。あなたは、私と。この先の猛虎の兵器、以前は大きな妨げでした。こたびは我らが使う。ここを抑えねばなりませんな。不意打ちするか、または突き破るか。お主が決めろ。ヒヤリの扱いは試せばわかるさ。私が叔父上をお助けした後、追っておいてください。承知した。抜かるでないぞ。
雅子殿も。バンペイがいる。俺が先駆けだ。苦労しないのに。腹を空かせた手下が寝返ったのかもしれんな。人を獣に変えるのが戦の常さ。この橋はよく覚えておる。この高さから落とされたんだろう。よく生きてたね。確かにな。門が閉じてる。門を守れ。俺は他の道を探す。崖を見て、向こうに渡れそうだ。そうだろう。中に入れたらすぐに門を開けてくれ。
ユナの手がいるな。待たせるね。備えろ、バンペインがおるぞ。
some strong as shit for some, you mother clown. Oi! We don't kick to hard! ユナ、ここを守れ。俺は叔父上のもとへ。死ぬんじゃないよ。龍蔵。クロードの首を差し出せば褒美をもらえるとさ。お前仲間が腹をすかしてんだよ。叔父上をお助けすれば召し抱えてもらえる。お前も武士になるのだ。そして死ねというのか。駒田での戦のように。龍蔵、叔父後にはお前がいる。あいつらには俺しかいない。死ねはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。死ねはしない。友ではないのか。もう昔の話だ。よせ。まだ間に合うぞ。終わったのだな。お前もな、クロード。
龍蔵。まだ間に合う。共に故郷を救おう。今じゃもうこのもんだ。龍蔵。侍だ。侍がいるぞ。答えよ。志村殿はどこだ。すがるたくさんバケモン。信じておったぞ、ジン。さすが忠志の息子だ。この身を尽くします、叔父上。立たねば。まだだ。ハーンは豊玉に狙いをつけ北へと向かった。残された万兵は我ら二人に太刀打ちできん。火星もあります。城を取り戻せる。共に勝ち時をあげるぞ。おい、陣。北にいる万兵殿を始末。さあ行くぞ。猛虎を狩ってやろう。お供いたします。Thank you.
さあ行くぞ、猛虎を買ってやろう。お供いたします。マサコ殿、無事であったか。老い子のおかげです。そなたを救うと言い通しておった。無理だと突き返したが、こたびは心得違いであったな。ありがたきお言葉。皆が無事でよかった。多くの同志を失ったがな。一族も。足立殿は武人としての最後を遂げた。敵を討たねば、全ての対馬の武士のためにも。お手が来るよ。我らにかなうものか。続け。死んでいった対馬の武士の仇、政子殿、一人も逃がすでない。皆の者、よく働いた。やったね。城は取り戻した。ご采配の賜物です。お前がいたからだ。これより猛虎どもの花を明かし、コトゥンハーンに意思を返すとしよう。見せつけてくれるわ、武士の意地を。そうな城ではないか。この門を開いてはくれぬか。同胞がくたびれ、飯も食えず凍えている。門を開け、助けてやれ。飯をくれる約束だろう。分かるな。入れてやって。助けてくれ。おい、よしてくれ。門を開けろ。門を開けてくれ。Thank you.
志村様が探してる。ハーンが城を奪ったらしいね。竜像を信じたばかりに。みんな図られた。残ってくれたのだな。まあね。褒美についてお叔父上に話してくれ。志村様なら資格だよ。今でも島を出たいか。私の居場所はないから。お主がおると助かるのだが。志村様がいるだろう。何言ってるのさ。猛虎は兄弟だからな。あなたは お手伝いできて光栄です。さあどうぞ。お目が効きますね。役に立ちますよ。またいつでもいらっしゃってください。志村様によろしく。ジン、待っておった。必ずやハンを討ち取り、竜像も成敗する。奴らの首を城壁に掲げてくれよ。お前には期待しておるぞ。無論です。捕虜になった時、お前の所業を聞かされた。そのやりようは非道で誉れはないと。お救いするため仕方なく。分かっておる。深く感謝はしておるが、その道を歩もうとは思うな。我らは民を導かねばならぬ。まずは島を救おう。武士らしく。ユナの件ですが、私とお叔父上を救ってくれました。あやつの望みは無事に本土に渡ること。船を一層やってもよい。我が城を取り戻した暁にな。ありがたく存じます。半時後に立つ。承知しました。話を聞いて回るか。
守りは進んだか。ああ、いいえ。火事場が動けば間に合います。二人とも頼んだぞ。俺にお任せください。ジン。雅子殿。刺客の手がかりはいかようで。先は長そうだ。何名かは豊玉へ行ったようだが。いつでも加勢いたす。叔父上の城を取り戻す暁にはぜひお力添えを。もちろんだ。猛虎を一網打尽にいたそう。酒井、見事な戦いぶりであったぞ。先生のご助力があってこそ。して巴の消息は？明石まで猛虎に手を貸す弓取りの噂がある。巴でしょう。海岸近くの野営に赴き話を聞くつもりだ。では後ほどお供いたしましょう。様はなんて？お主が城の奪還に手を貸せば本土へ渡してくださるそうだ。そんなの知ったこっちゃないよ。皆の命がかかっておるのだ。お主が武勲を立てれば道は開ける。よいな。さあ酒井、行くぞ。まことの武士だね。絞り取ることしか頭にないんだ。目指すは豊玉だ。橋は行けぬか。ならば森の古い隠れ道を使おう。行くぞ。叔父上、もっと早くお助けできれば。何を謝ることがあろう。ハーンはどのような男です？一言で申せば切れ者の獣。誇りなど微塵も持っておらぬ。言葉を学び叔父上を生かした。なぜでしょう？本土侵攻に協力しろと言ってきよった。褒美は富と権力に女だ。叔父上に味方を裏切れと。あの侮辱だけでも生かしておけん。時にユナとはどのような女子だ？勇気と忠誠を備え腕も立ちます。なりわいは野党だと聞いた。大義に応じる者を手放せとおっしゃるのですか？あやつは勝利を求めておらぬ。褒美だけ。厳しい戦になろう。味方が頼むに足るかを知らねば。私がお支えします。ユナも。かつてこの島は混乱を極めた。そこに秩序をもたらしたのは他でもない我ら武士だ。民に見せねばならぬ。我らが島のために戦えることをな。お前は一度故郷に戻り殿下の鎧を受け継いではどうだ。私には時期尚早かと。亡き父も喜ぶぞ。この匂い。燃える木とムクロ。伊豆原の村もここまでではなかった。わしに逃げられた腹いせということか。残る畑を守らねば来たる冬は乗り越えられぬ。どうにかせねば。猛虎ども、
度は。見た兵、ハーンの精鋭だ。北を攻めておったはず。かがり火台は敵の手に。再び火を灯し、ハーンに見せつけてくれる。民も喜びます。島中のかがり火台をすべて取り戻す。逆手に取ってやろう。弓を構えて。切り捨てろ。皆殺しだ。大義を分かってくれたか。私はこの島を出る。タカも一緒に。まだ住んではおらん。参るぞ。かがり火台の火を灯し、金田の木の勝利は始まりに過ぎんと猛虎に示す。ハーメ、待っておるがいい。来てくれたのだな。見事な足止めであったぞ。
当然の行いさ、志村様。お主のような武人が多くおればいいのだがな。その目を開かなけりゃ見つけるのは大変だろう。申したいことはそれだけか。我らはかがり火台に参らねばならん。槍川には兵が大勢いる。壁が抜かれてなけりゃね。かつて槍川家の反乱を収めた。わしは恨まれておる。知ってる。あそこで育ったから。だから盗みがうまいのだな。ユナはとても口の立つ女です。助力するよう説き伏せられましょう。よろしい。酒井と共に兵を集めろ。さすれば本土への船を調達してやる。弟も一緒に。元槍川で待っておれ。恩に切るよ。我らの意を示してくれる。ハーンに見えるでしょうか。見えるとも。志村の城を取り戻しましょう。そして猛攻を打つ。誇りある武士らしく。里に戻り殿下の鎧を手に入れ、槍川を味方につけよう。わしは将軍様に援軍を請う。いかに下文を送るのです。わしの尻人を頼らねばならんな。麦谷におる五郎という名の船乗りだ。では私が探しましょう。ならばわしは宿営で待っておる。離れることになるな。くれぐれも用心しろ。必ず生きて戻れ。酒井様、牢に捕虜がおりました。僧兵のようで、お話をしたいと。僧兵だと承知した。津島に来る前は満月の旅に参ったっていうのに。ガキの頃はじいさんが毎日のように神社に行ってた。まだ荒らされてない神社はあるのか。さあどうかね。酒井様、おかげで命拾いいたしました。そうだと聞いたが。杉寺です。菰田の剣を耳にし、猛虎と戦うべく馳せ参じました。しかしこの地で会えなくも。なるほど。何があった。不意打ちに遭い、生け捕りにされ土狼に押し込まれました。飯もなく、一寸先も見えぬほどの暗闇で。まず常言が連れ出され、あやつの怒号が聞こえました。ほどなくして悲鳴に変わり、そして人が焼ける匂いが。その後奴らはついに私の兄炎上を
援助、守り手の、そのような最期を嘆きそうだったが、良き兄でした。お主は？ノリオと申します。この牢におりました。6人が入るかという大きさ。いいえ、10人以上いました。少し歩こう。見せたいものがある。豊玉からの旅路どうであった？伏寺は無事です。赤島の楠氏の村も産木谷も猛虎に抗っていると聞きます。こちらへ来てください。ここでよい。敵は何千にも及びます。志村殿が戻った今、我らは勝ったも同然。戦に加わらぬか？杉寺の僧たちならばおそらく一日で召集できます。加勢により皆で猛虎を海へ押し合ってやりましょう。亡くなった兄君や僧兵皆の仇を取るぞ。仇討ちではなく平和のために戦います。楠氏を救うため赤島へ参ります。檻を見て酒井様もいらっしゃってください。方針を紹介しましょう。島で一番の楠氏だと言われています。赤島で会おう。ここへ。
신 하루. 金田の木に打ち入ったお方ですね。志村様の恩人だ。このことは生涯忘れません。もう安全だ。ございます。Terrorist, Mr.
鍵は持ち去られてしまったか。鍵なんて欲しけりゃくれてやる。五作の鎧なんて昔話ですからね。鎧は作り話だと。もちろん鍵は差し上げますので確かめてみられては。
滝の糸。行く流れさえおぼめきて。ただ末までも予選とぞする。このご恩は決して忘れません。道中気をつけよ。おい、武道具来た。
もう安全だ。侍様、レギオン発進だ。休んで。Huge wish wedge. Sell the bits.Ой, у него как-то харта! Я его!He's... Ой! У ног их за... Фонарик, сэр! Сырья корты! Дошо! Дошо! あなた様が御作様に見えました。どうぞこの鍵を。御作様もお喜びくださいます。